その前にちょっとみんなにちょっと質問しておこうか。みんなは宮崎県のこと見たことあるかな。初めて見たよーとお友達どれくらいいるかな。あ、何人かいるか。会ったことあるよーってお友達手を挙げてください。お、会ったことあるお友達の方が多いみたいだね。じゃあ今日はクイズ形式で自己紹介していきたいと思います。はい、じゃあピクです。ピク、頭には黄色い丸い被り物、そしててっぺんには緑の葉っぱがなっています。これ宮崎の有名な果物なんだけど、分かるお友達いるかな。お、一回手が上がりましたが、せーので答えを教えてください。せーの。お、低い。いろんな答えが返ってきました。今の夏っていう答えとか、ゆずとかあったんだけど、どっちかな、どっちだと思う。どっちかな。みんないっぱい答えてくれてるね。そうだね、ヒントね、被り物をかぶっています。大好きなキューナッツの被り物をかぶって宮崎の美味しい食べ物を全国に PR しています。そう、そんなヒント、とてもね、しっかり者でスピードアップの男の子になっていますので、どうぞ応援をよろしくお願いします。さあヒント、せっかくなのでヒントの決めポーズの人もみんなに教えてもらおうかなと思うんだけど、決めポーズありますか。決めポーズ教えてください。キングの決めポーズは、せーの、はい、ポーズ。そうだね、シャキーンのポーズになってます。またね、どこかで一緒にお写真撮る機会があったら、キングと同じシャキーンのポーズしてくださいね。さあ、ではキング、次の自己紹介で誰だ、誰だ、どっちかな、ハー君かな、それとも、やっほー、ブちゃん、そっちに行っちゃったな。じゃあむちゃんだね。じゃあむちゃんお願いします。元気いっぱいだね、むちゃん。じゃあむちゃん行きましょう。はい、じゃあむちゃんです。むちゃん、頭の上には宮崎県の木が乗っています。この木何かわかるかな。ちょっと難しいかもしれないんだけど、またハワイにいっぱいお手手が上がってくれてる。むちゃん嬉しいね。じゃあまたせーので答えてもらっちゃうかな。せーの。おー、こっちから答えが来ました。そうだね、じゃあフェニックスとかヤシの木とかいろんな答えが来たけど、ブーちゃんの頭に乗ってる木は何ですか。この木はお姉さんが言うかな。じゃあね、この木はね、フェニックスっていう木になってます。ブーちゃんね、とってもおしゃれが大好きな女の子で、今日は日本の日のた宮崎県をイメージした日向 T シャツでやってきました。ブーちゃんそれ以外にもたくさんのお洋服を持っています。イベントごとにお洋服を変えてくるので、ブーちゃんのお洋服ご注目をよろしくお願いします。さあ、ブーちゃんも何か決めポーズってありますか。あるの。じゃあみんなに教えてください。ブーちゃんの決めポーズはどうなのですか。3、2、1なのでわかりました。ではブーちゃんの決めポーズまで、3、2、1、ポーズ。なるほどね、そのポーズがいいのね。じゃあ皆さん、お友達と一緒にお写真撮るときは後ろを向いて体をキッとひねったポーズでお願いします。じゃあむちゃんもどうもありがとう。さあ最後、元気いっぱいのパクいきましょう。楽しそうだね、君もね。じゃあパクは先にみんなに決めポーズを見せてもらっちゃおうかな。元気のポーズお願いしますね。せーの、ブーシャキー。さあパクの決めポーズも無事に決まりました。頭には赤いトサカ、そして口にはくちばし、そしてそして両手にはじゃん、羽が生えております。もう答えがいっぱい聞こえてきました。それで、ね、宮崎の有名な鳥さんなんだけど、ニワトリっていう答えも聞こえてきたね。せーので、これも答えてもらおうか。せーの。さあ、ニワトリという答えが大きく返ってきました。カズ、どうですか。多分ね、宮崎のみんなならわかると思うんだけど、お祭りとかにね、よく出てくる丸々の炭火焼きということで、各宮崎の有名な地鶏、宮崎ジトッコの格好をしています。さあ、パークの自己紹介ですが、両サイドにキングムザが遊びに行ってしまいまして、パーク、あまり見てもらえてません。頑張りましょうね。さあ、パークなんですけれども、とてもね、食いしん坊でいたずらっ子なんだけど、すっごい得意なことがあるんだよね。今、得意なことをみんなに見せましょう。せーの。さあ、ということで、ハー君の1からダンス。宮崎県3匹の中で一番キレキレ
けのダンスを披露するので、この後のタッグの番でぜひご注目をよろしくお願いいたします。さあ、みーくん自己紹介終わっちゃったよ。戻ってきてください。おいで、戻ってきて、戻ってきて、早く早く。じゃあタッグ分担、その間にこの後みんなでまだまだ遊びたいなと思うんだけど、もう一曲どんなダンスしましょうか。何がいいかな。のんびり帰ってきたね、みーくんも。何、僕見てなかった。もう一回せーの。こんなやつ、もうごめんね、ヒーくん見てたの、ごめんごめん。じゃあヒーくんは何がしたいですか。また何したいですか。うん、そうだね。じゃあ最後はお友達のみんなと一緒に宮崎県サンバを踊ってお別れしたいと思います。